んばんは。つくしさんと、まおです。よろしくお願いします。本日はラコステのポロシャツが、はい、どれぐらい縮むのかっていう検証をしていきたいと思います。はい、経年変化委員会得意のラコステコーナーですね。あ、そうですね。はい。はい、で、検証に使用するポロシャツは、はい、その水色のやつ。これですけど、はい。はい。こちらをちょっと使用したいと思うんですけども、こちらは、数回ぐらいしかまだ着用してなくて、はい、また全然綺麗ですね。そうです。まあ本当に数える程度しか洗ってないんで、まああの検証にはぴったりかなっていうのがあります。はい。で、ラコステのポロシャツって、まああの、横に縮むけど、縦には縮まないとか、いや、逆に、縦に縮むけど、横には縮まない？はいはいはい。みたいな、いろんな説があるんですよ。諸説あり。諸説ありなんですよ。はい。で、実際、じゃあ、どうなんだっていう。はい。実際どんぐらい縮むのかっていうのを、本日はですね、日本製の現行の定番モデルですね、L1212 っていうこちらのポロシャツを使用して、まあ、乾燥機に入れてどれぐらい縮むのかっていうのを、はい、ちょっと実際にねやってみたいと思います、はい、乾燥機まで入れちゃうんですね。はい、入れちゃいます。乾燥機はまあ経年変化の精神と時の部屋みたいなもん、はい、確かに時間がすごい経つ。はい、大丈夫ですか？なんか乾燥機に入れてなんか思ったより縮んじゃったなとかなってもクッション的にはいいですかこれ。まあ、縮みすぎると、はい、まあ、さすがにちょっと後悔しますけど、3っていうサイズ着てるんですけど、ラコステは3っていうサイズ着てるんですけど、こちらはあの4なんですね。あ、若干じゃあ大きいやつ、ね。そうですね。ちょっとゆとりあるサイズ感できてるんで、うん、ちょっと縮んでも大丈夫だと思います。うん、むしろあの着丈がちょっと長いんで、はい、ちょっとまあ、着丈が縮んでくれたらよりいいかなっていう希望はありますね。はい、まあ、着丈長くても僕はタックイン前提でいつも着てるんで、うん、まあ問題ないんですけどね。はい。まあ実際ちょっと、じゃあ着てみますね。はい。はい、まあ今だいたいこれぐらいのサイズ感ですね、はい、なんかジャストな気しますけどそんなことないですか？あ、でもこれ短パンだから今ごめんなさい同系色の短パンでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、はい、短パンだからちょっと大きめでも、うん、なんかむしろいいみたいになってると思うんですけど、ちょっとあのスラックスとかジーンズとかだとちょっと長いかなっていうのは、はい、まあ全然別に問題なく着てるんですけど、身幅とかもねちょっと広いぐらいですね、はい、まあ全然ジャストぐらいだと思います。ここのタグにねしっかりと乾燥機は使用しないでくださいって書いてるんですよ、日本語で。しっかりと。はい。書いてるんですね。まあ、なので、もし乾燥機自分も入れてみようっていう際は、自己責任という形でお願いいたします。まあ、ルールは破るためにありますよね。一回限り、本当に一回だけなんで、はい。一回だけだったらまあ大丈夫だと思います。はい、その一回で、あんなことになるとは。で、まず、この今の状態で、この乾燥機を使用していない状態で、まあ、どれぐらい縮んでるのか、これ数回、あの洗濯機で洗っただけなんですけども、はい、この状態でもまあやっぱり縮むんですよ、うん、まあ、この状態であの公式ホームページ の, あの実寸表みたいなのあるじゃないですか、はい、着丈が何センチあれと見比べてみて今どれぐらい縮んでるのか、はい、計測して比較した後に、その後乾燥機にかけてさらにどれぐらい縮んだのかっていうこの3つの比較、はい、数字を比較していきたいと思います、はい、じゃあまずあ今の状態何センチぐらい縮んでるのかっていうのを計測しましょうか。はい、こういった結果になりました。ちょっとこちら出しておきますね。はい、これですね。はい、これを見る限り肩幅がマイナス1センチ、はい、身幅がマイナス1センチ、着丈がマイナス2センチと。着丈だけ若干、着丈がまあ2センチですけど、はい、まあでも長い方がそれは縮むのは当たり前なんで、そうですね、確かに比率で言えば、まあ、本当にそんなに縮んでないかな、全体的に、まあ、そこまで縮んでないかな、まあ、これぐらいは、まあ、コットンだから当たり前かなという感じですね、はい、では次に乾燥機に入れてみたいと思います。はい、はい、お待ちかねですね。そうですよ、この子にとっては初精神の時の部屋ですね、はいはい、で私の家はあの乾燥機がないんで、まあ、近くにコインランドリーがあるんでそちらに持って行って入れてみたいと思います。乾燥機入れる前に、まあ、水に浸して軽く絞って入れたいと思います、はい、じゃあ暑いですけどね、行きましょうか。はい、はい、乾燥機にかけてきました、はい、暑かったですね。暑かったですね。20分外出ますし、はい、はい、まあ、水で濡らして絞ってで20分間乾燥機に入れて、はい、ちょっと襟あたり湿ってるんですけど、ね、はい、はい、まあでも出した瞬間ちょっとあれちっちゃっちとちょっと思ったんですよ。まあそこまで縮んではないんですけど、はい、あれ
ちっちゃってちょっと思って。ではちょっと実際どれくらい縮んだのか、はい、まあ、縮んでるのかわかんないですけど、はい、ちょっと測ってみましょうか。はい。ちょっとしっかりとピント伸ばしますね。はい、測っていきます。はい、じゃあ結果が出ました。はい、まあ先ほどの未使用時の、まあ、実寸と乾燥機入れる前の実寸がこちらですね。はい、先ほど出したやつなんですけども、はい、はい、これから。変わったのか、はい、衝撃の事実が衝撃ですよ、はいはい、乾燥機後の実寸がこちらです、はいはい、どうでしょう、まあ、肩幅がこれどうしようかな。まず先ほどの数回洗濯したものから2センチ縮んでますね、はい、43センチと、はい、やっぱり精神と時の部屋でだいぶ揉まれて、はい、縮みが結構縮みましたね。結構ちっちゃいですね。だから公式は46センチなんで、はい、未使用時がね、そっから比べると3センチか、うん、まあ、肩幅3センチだから結構ワンサイズぐらいかいってると思います ね。で、身幅が53センチだったのがこれがすごいですね、50センチになりました、はい、おお公式からすると4センチそうですね、はい、ギュッとなってると。だから横にはまあ当然縮むよっていうことですね、はい、で最後着丈がまあ69センチとなりましたね、うん、まあ、これが一番じゃあまあ縮みはなかった。そうですね、比率的にはまあそんなにってことですね、うん、72センチから69センチ、はいはい、ただね僕これ過去に一回やってるんですよこれ実は。あ、そうなんですね、個人的に、はいはい、でその時計測したのは、はい、肩幅と身幅が全く変わらなかったんですよ、はい、その乾燥機入れる前、はいはいはい、乾燥機入れた後ではね、ただ着丈が5センチぐらい近くなってマジっすか。ちょっとこのだから情報と異なるんですね。あー、だから色によるのかなっていう。あー、確かに染色前やったのはこの白です。はい、まああと長袖っていうのもあるのかな。あるのかな、どうなんですかね、はい、これは、まあ、確かにその染色してるかどうかで結構変わりそうな気はしますね。ね、なので白は染色してないものは縦に縮まず、はい、あ、横に縮まず縦だけ縮んだ、はい、ですよ。で今回はこれ、ね、縦に、まあ、3センチは縮みましたけどね、合計で、はい、横にはもっと縮んでるっていう、うん、比率で言うとそう、3センチと4センチ、肩幅3センチ、身幅4センチ縮んでるんで、もっと縮んでるってことですね。はぁ、まあ、なので検証結果どうでしょう、あの個体によるって超当てになんない動画になっちゃったじゃないですかまあでもこれもちょっとラコステの楽しみなんじゃない、はい、まあそうですね、自分、まあ、縮むことは縮むよっていうちょっと着てみましょうか、はい、あー、ちっちゃくなってる。はいはい、いや、これまあワンサイズぐらい、そうですね、縮んでますよね。僕あの普段3着てて、はい、これ4なんですけど、先ほども言ったように、はい、本当にあの3のサイズ感です身幅だけで言えばなるほど、結構じゃあまあ縮ん、全体的に縮んだんですね。そうですね、うん、で、着丈はまあ確かに長いかな、うん、はい、これ後ろが白いやつなんですけども、白のポロシャツなんですけども、こちらの白のラコステもサイズが同じサイズの4で、青と白ね、で、過去に、乾燥機に入れたことがあって、でもこの後ろの白い方は身幅と肩幅がそこまで変化せず、着丈だけ短くなったんですよ。で比べるとこんな感じですね、肩がやっぱり全然違いますね、肩幅が同じサイズ4で、で身幅も全く違いますね。このはみ出てる分がこの差なんですけども、4センチぐらい違うのかな。肩幅も2センチぐらい違いますね、差が。はい、着丈が、ま、これちょっと肩の部分で合わせて、ほら。結構さっき身幅良かったけど、これジャストぐらいじゃないですか。うん、確かに。ね、肩幅もだいぶ、はい、ちょっと落ちてたのが今ジャストぐらいの幅ですね。こんな感じです。はいはい、ちょっとね、個体によるという身も蓋もない結果出てしまいましたね。やってみないとわからないと、はい、まあでも縮むのは縮むんで、はい、ちょっと大きいかなとか悩んでらっしゃる方とか、オーバーサイズで着るの流行ってるじゃないですか、はい、そのムーブメントが、まあ、そのトレンドが過ぎ去った時にちょっとやっぱりもうちょっとジャストで着たいなっていう時は、はい、かけちゃうと、かけちゃってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、あ、であとね、ちょっと思ったんですけどね、やっぱりこれちょっと伝わるかな、
襟がすごいかっこよくなってるんですよ。わかります？わかんないっす。わかります？これこれも、まあ伝わらなくてもいいんですけど、はい、なんだろう、これあのちょっとふんわり、まずここの襟幅、はい、ここの幅がちょっと短くなってるんですよ。乗ってますかね。そうなんですよ。これもう僕着てた僕やからわかるんですけど、はい、ここ短くなってて、はい、でちょっと角度がこうゆるーく、このこうなってたのが、はい、こうゆるーくこうカーブを描いてて、で丸みを帯びてるんですよ。でちょっとここの襟の角度がちょっと締まってる、はい、ちょっとなんかよりフレンチっぽい感じに。もはやわかんないですね。わかんないなんかわかるかな。これとかあんま着込んでないやつなんですけど、でこれ着込んだやつ、ちょっとほら、ほら、わかる？ああ、ほら、これ、こっちはもう着込んでないやつ。こっち結構着込んで選択したやつです。経年変化が立ってるってことですね。これは、わかります？ここ、幅がまず着込んだやつの方がちょっと狭くなってるんですよ。ちょっと後ろにあるからまあそう見えるだけって言われるかもしれないですけど。あとこうふんわりしてる襟が、ちょっと丸みを帯びてふんわりしてるんですね。こっちはなんか、カクカクっとちょっと寝ちゃってるというか。なんか全然違うでしょ。こっちのがやっぱり着込んだ方が襟がやっぱいい風合いになってる、経年変化が出てるなって感じですね。これはもうどうでもいいことです。でもこれ僕からしたら結構これはこっちの色がだいぶ好きですね。なるほど、はい、本当にどうでもいいって思われるかもしれないですけど、これはでもだいぶ好きですね、こっちの方が。はい、マー君的にもこっちの方が良くないですか？どっちでもいい。まあ、ただ最初に言ったように、はい、まあ、やっぱりあの乾燥機はやっぱり推奨されてないので、うん、はい、まあ、あくまでね自己責任ということで、はい、基本は裏返しにしてネットに入れて、まあ優しいモードで洗濯しましょう、はい、っていうことですね。はい、いかがでしょうか。まあでも縮むのは縮んだ。そうですね、まあ、なかなか結構個人的には面白い結果になったかなと思います。はい、はい、このチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しております。もし気に入っていただけましたら、左下のチャンネル登録ボタンを押して、経年変化委員会の会員になってみてください。また、いつもいいね、コメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。